甘いパンばっかりだね。もう来ないでって言ったでしょ。ないもん、バカは王ちゃんだもん。もうあっち行ってよ。王ちゃん嫌い、大嫌いなんだから。あきおちゃん、喧嘩しに来たんじゃないんだから。ミカちゃん、私たち友達だよ。何か困ったことがあるんだったら話して。ね、ミカちゃん、私たち、ミカちゃんの友達なんだよ。
違うもん。ミカに友達なんていないもん。もうあっち行ってよ。ミカちゃん、ごめんね。クラスの人にお話聞いたの。なんで座るのよ。うん、ミカちゃんも一緒に食べよう。ミカ、お昼持ってないもん。うん、ちょっと待って。か、そっちがいい。だってそれまずそうだもん。おーちゃんが買ってきたんだから、おーちゃんが食べればいいでしょ。ミカ、そっち。あきおちゃん、
王ちゃんジュース買ってきて。それやだ、合わない気がする。じゃあミカちゃん、牛乳一緒に飲む？うん、飲む。ミカちゃんと三人でお昼ご飯だなって。ミカちゃん、授業始まっちゃうよ。ミカ、まだここにいるの？でも。あの子、頑張ってるみたいね。吉野美香さん？花壇？何のこと？私は何にも知らないわよ。ミカちゃんは、あれ、ミカちゃんいない。
ミカちゃん、もしかして昼休みからずっとここにいたの？花を守るんだもん。だって、いつ荒らされるかわかんないんだもん。前は昼休みに来たらめちゃくちゃだったし、昨日はお昼は平気だったけど、放課後来たらひどかったし。だから今日は絶対守るって思ったんだもん。学校に誰もいなくなるまで守るんだもん。いつ荒らされるかわかんないんだもん。私、ミカちゃんのカバン取ってくるね。何よ、早くどっか行ってよ。友達？何があっても？そうよ。そして絶対助けるの。どんなことがあってもみんなで頑張るんだよね。
約束。みんな、友達だね。何よ、変な笑い方しないでよ。二人とも帰ってよ。やだよ。どうぞ、レンタル料はおまけしておくわ。お母さん、何よ、私お店の手伝いで忙しいんだけど。ことなの。吉野さん。でもそれが私に何の関係があるのよ。関係あるよ。何が？友達だからだよ。みんな友達だよ、ミノルちゃん。友達って、だから私は。だから私は。
あのね、やっぱり朝あきおちゃんって呼ばないとなんだかすっきりしないの。だってね、私ね、毎朝あきおちゃんのこと呼んでたの。Earth.